今回ご紹介するテープは腹斜筋テープです。寝返りを打つとき、ベッドから起き上がるときなど、ひねりの動作をするときに腰が痛む場合に貼るテーピングの一つです。今回は片側だけですが、このテーピング法は下腹部を支える働きがあるので両側に貼ることをお勧めします。5センチ幅のテープを1本使います。事前に痛みのチェックをします。横になり両膝を曲げ、膝を横に倒すと、倒した方と反対側の方に痛みが出ます。そこへテープを貼っていくイメージです。ではテープを貼っていきます。貼る際は貼る側の膝を曲げ、軽く反対側に倒します。この姿勢で貼っていきます。貼り始めは骨盤の前側にある出っ張った骨、ここをポイントに貼っていきます。出っ張った骨をテープで覆い、テープをそこから骨盤のラインに沿って背中側にかけて貼っていきます。貼り終えたらテープを全体にしっかり押さえましょう。